ははいこんにちはドラッカー専門の経営コンサルタント村瀬浩介です。今日はですねドラッカー流の人材育成についてお話をさせていただきますが私がですねドラッカーも、ね、この7つの原則を用いた経営幹部さんまたマネージャー主任さん研修をさせていただいたような中で非常にこれ大切にしていることについてお話をさせていただきます。それはですね例えば中堅・中小企業様で私も多く研修をさせていただくんですけれども従業員さんの誇りについてのお話です。 誇りをですねこれ強く持てば持つほどその仕事に対するコミット度だったりお客様に対してこういう貢献をしたいまたこのように成長したいというのは高まっていきますでも、ですねこれちょっと悲しい事実なんですが例えば地方の中小企業中堅企業様ですとか、まあ、もちろん都内も変わりませんけれども多くの、まあ、上場企業さんとまた違う部分がありましてですね多くはご自身のお仕事の誇りありますかご自身でどうですかって聞くとですね いやうちは別に何もない地方の企業だしなんとなく高校卒業してこのように就職してこういうふうにやってるだけですとですね、えー、誇りを失ってしまってる社員さんが非常に多いということなんです、えー、でもその企業さんで決してですねこう悪い企業さんじゃないんですよ例えば業界首位だったりですね えー、売上もこれ日本ナンンバーワンだったりですね、えー、ただ名前がそこまで知られていないだけで中小・中堅企業様ですけど非常にここれ素晴らしいことをやってるんですで例えば実際に工場の生産管理の方なんかお話聞きますとですねこんなすごい技術ってこの上場なく関係なくこんなのみんな知ったら本当驚くよねなんていう専門知識に裏付けられた素晴らしいことをやってるんですけど。 なぜかいまいちこの自分のやってるお仕事の誇りが持てないんですって方多いんですで私はですね研修で必ずそのような人たちにまず最初に、えーえー、していただくことが自分ご自身のご職業とですねご自身に対する誇りを強くこのプライドを回復していただくことなんですね。ももととこれす 職業に規制もないですしすべてのお仕事素晴らしいです実際すごいことやってるんですね業界トップシェアさんなんかであなたのやってること例えば生産技術のことこれすごいことやってますよとこれ他の企業の人が見学に来たらもうこんなことやってるのここまでやるのと驚くことですよなんていうことをですねでも自分の自社しか見てないためにこれ当然かななんとなくかなと思われて、まあ、自分の強みやドラッグは自分にしか、えー、自分では分かることはできないって言いました他の人に言われて初めて分かると言ったことだったのでその人の誇りをですね 私の1つのやり方ではみんなをこれあなたは例えば生産技術の方は専門の工具を作る専門の、えー、例えばコンサルタントですよとかですね、あなたは営業の専門の,このコンサルタントですチームのマネジメントの専門のコンサルタントなんですっていうことで名札にコンサルタントと名付けてもらうんですね。 でその専門知識とコンサルタントであったりですねあなたはこのプロフェッショナルのアドバイザーなんですよなんていうことでまずこの肩書き、き名前から変えてもらうんですそしてやってることを客観的に私は、えー、毎日いろんな企業さんで研修ですとかコンサルティングしていろんな企業を見ますけどあなたのやってること本当に素晴らしいというまずこれ癒してあげて誇りを持たせてあげるその上でさらに上を目指そうといったところが必要なんですもう1つこれ大事になるのがですね誇りに関してはリーダーのビジョンです。 我が企業のやってることは非常にこれ素晴らしいことだお客様他の人たちに誇りを持てる素晴らしいことだとなった時社員さんの心に火が灯ります我が社は例えば業界ナンバーワンでこれ素晴らしいどこにも真似できない技術みんなの知恵を結集してやってるリーダーの示すビジョンまたこっちに向かうんだよとなるとですねみんなそこに向けて火が灯ってまいりますぜひこれやっていただきたいんですね例えば新幹線で有名な鉄製さんという新幹線のお掃除で有名な鉄製さんという会社皆さんご存知です 新幹線のこのこお掃除をすすごいオペレーションででやってるんです新幹線が止まる5分とか7分の間にこの席をすごいきれいに仕立て上げるんですね。でそれはですねもともと私清掃のアルバイトって大学の頃やったことあったんです清掃のバイトってそんな目立つもんじゃありませんそんなにオフィスの中でこそこそっとですねあんまり目立たないように誇り立てないようにやるような仕事でしたでも鉄製さんという会社では従業員さんは例えばあのなんでしょうこのベレー帽をかぶってベレー帽のこんなところに。 あの花をさしたりまたアロハシャツなんかを着て我々は誇らしいこの新幹線の人たちを掃除するだけじゃなくおもてなしして新しい旅行であるとか新しいビジネスに送り出す仕事だっていうその誇りに胸が満ちてオペレーションあれもすごいオペレーションで新幹線のその時間にやるって世界中の企業が見に来たりしてるんですねそれはなぜ実現できたかというとですね経営者のやっぱビジョンなんですよ。 我々の仕事は単なるお掃除ではないもちろんお掃除も尊いですよ職業に寄せもないですしお掃除も尊いです単なるお掃除の仕事ではなくこういうふうに人を喜んでくれて人を喜び出すこの素晴らしい価値ある仕事なんだというこのビジョンと大義意義を与えたんですね経営者だけが組織に対して意義大義を与えることができます大義のためなら人は喜んで死ぬことさえあるんですよ組織に大義を与えて人に誇りを回復させる これが組織変革のの第一のステップだと私は思っていますなぜならばこの人を生かす経営というのは究極的には組織が良くなるというのは働く人が誇りにしてドラッカーは誇りあるものとせよあなたの組織で働く人は誇りあるものとせよというんですけど誇りあるものとして生き生き自分の強みを持って社会に貢献するそしてまた明日頑張ろうって社会に良くなっていくその上で業績も上がっていくそれがまさにいい企業だからです。ピーター・ータドラッガーは経営者組織に働いてるる人を誇りあるものとせよ 人は理念と価値観によって何か価値あることを成し遂げあたがる生き物であるというんですね。ぜひこの言葉を参考にしていただけましたら幸いです。企業研修におきまして人材育成におきまして社内の誇りをいかにみんなを癒して回復させこの回復してもらいさらに上を目指してもらうかこれ非常に重要な目に見えないけれどもファクターになってくるんです。ぜひごご参考にしししていいいたたた。だけままら幸いです。どううもありがとうございました